藤原康博は、日本の内海。内閣官房医療イノベーション推進室次長や、国立癌研究センター中央病院副院長を、経て、医薬品医療機器総合機構理事長。アメリカ合衆国入りの異衆生まれ。1984年、広島大学医学部医学科卒業、呉れ共済病院内科研修医。1986年国立癌センター。 病院内科レジデント。1989年国立がん研究センター、研究所薬工試験部研究員、1991年広島大学医学博士。1992年広島大学病院助手。1997年国立医薬品、食品衛生研究所医薬品医療機器、審査センター審査第一部主任審査官。2000年国立医薬品。 食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター審査第2部審査管理官2002年国立がんセンター中央病院医長2003年国立がんセンター中央病院第1領域外ライブ通院治療センター医長2007年国立がんセンター中央病院臨床検査部長2008年国立がんセンター中央病院臨床試験 治療開発部長。2010年国立がん研究センター中央病院。副院長兼入選科。主要内科課長。2011年外閣。官房医療イノベーション推進室次長。2012年国立がん研究センター執行役員。企画戦略局長。2016年医薬品医療機器総合機構理事長。特別補佐。 2019年医薬品医療機器総合機構理事長。2020年第25期日本学術会議会員。ありがとうございます。